お疲れ様スラッドです。今日はこちら進化バレル親衛隊やっていきます。さあ進化バレルがね登場したんですけど、そんな強くないっていうので、逆に話題になってますね。はい、弱すぎる、かわいそう。はい、両サイド飛んでいってもタワー1本取ってたらね、はい、何もないところに飛んでいくみたいな、感じで、なんかちょっと微妙とはなってるんですけど、それはなんかねダガーガールに完封されちゃう部分がねあるんですよ。はい、デコイバレルがね、一部ちょっと少ないので、普通に無視されて終わるんですけど、ターゲットさえ取れてれば、変わりますんで、そこをなんか親衛隊でね、はい、両サイド攻めることができれば両サイミラーバレル進化バレル、はい、ぶっ刺さるんじゃないかなというわけでやっていきます。弱点はね、他のユニットで補っていくのがねやっぱクラロワですから、進化バレルの弱さは親衛隊でね、はい、カバーできればなと思います。で、久々にウォールペーカーも使うな。ウォールペーカーもなんかもう弱すぎてダガーに完封されるんでね、マジ使われないカードな気がするんですけど、そこもまた親衛隊がねターゲットさえ取ってくれれば話が変わるんじゃないかなっていう。よいしょ、このカードが救ってくれるでしょうというわけでいきますか。これ親衛隊からのなんかもうゴブリンもセパしちゃって、本当はギャングとかも行きたい。ウォールブレイカーも遅れていきます。いってらっしゃい。いや、これ入るんじゃないって多分これが強い。なんか親衛隊からの間、ウッドを使わせるかで圧着衣は消えたんで自陣で回収できてみたいな、はい、親衛隊ウォールブレイカーでもう突っ込んでからのユニット追加で、これウッド咲いてるんでギャングで完封できます。でポイも出すコストがないよっていうね、はい、なんか親衛隊プラス適当にギャングでもウォールブレイカーでもやるだけ、基本的にはやるだけっすね。で最終盤に、バレル追加できればいいかなっていう。これもうどうしようかな、普通に血親衛隊で足前でもよかったか。デスラーで、今回ボイドを持ってきてるんで、テスラにボイド打つか、なんか圧着いてもいいな。圧着に対してめっちゃ強ない?はい。祈りの。圧着にぶっ飛ばそうぜ。さよなら。からの、いや、デコイバレルやってもいいけどな、これ。やっちゃおうぜ。どっちか絶対入るよ、これ。どっちでしょうか、本命は。さあ、右が本命でした。え?やばくね?刺さりすぎではないか。単純に親衛隊が強いので、こういうのなんかなんとなくねリートプリにしちゃう、ちょうどいい感じになってる。おい、いや強すぎやばい、まずい。あの進化助だけどうにかねしばきまして、いやボイドも便利だろ。さあ簡単やるだけ、これおしまい。親衛隊ゴブリンで、ウォールブレーカーも行ってあげて、バレル的なね。でもウッド咲いたんで、ここの遅れてバレルが強いな。でウォールブレーカーも強いな。キングも落ちそう。で、キングの方がなんなら、おい、止まりませんよっていう。さあ、親衛隊ギャング。親衛隊ウォールブレーカー。8枚ぶっぱでダガー切れをバレルで狙う。ちょっとこすいというか、進化バレルがだいぶね、輝きそうな戦術を見つけました。さあ、だいぶ良かったな。いや、これができるのがね、バレルの良さではあるんですけど、バレルの良さを引き出すためがね、大変すぎる。まず進化を貯めなきゃいけないのと、進化を貯めても、ね、たまたま進化ボンバーとか来たら刺さんねえし、みたいな。えぐ。なんかめんどくさいな。ボイドで、ギリ耐えもある。いやー、リトプリマジで。ふふ。アホ強えやん。いっちゃおうかな。ウッドがあるんですけど、ウッド使った後の、このバレルがね、俺は、クロスにババ入ってんだけど、そんなことあんの?いや、俺クロス防衛でボイド使えるんで、そこちょっと強いな。なんかやっぱ親衛隊とかは、ウィザードにね、ボコされるイメージがある。そこをケアするボイドっすね。
いやちょっと流れはいいなこれ。進化新鋭隊、いやここ進化ね、あれがあったらなお良かったですけども。いや芝居とこうぜ、ちょっとだるい。クロス来い。いやーこれ行かない方がいい気がすんだ。ほどほどでウッド使わせるぐらい。いやでもウッド使いたくない。うんうんうん、いやーそれでいい。いやバレルなんかちゃっちゃ俺使わなきゃやべえな。使うかこれ、どうせ入んねえしあんまどうせあんま入んねえんで。よしよし、これで整いました。進化新兵隊進化バレル、この時は私は待っていたんだよと。いやあれマジしまくて。よしよしよし、でキング起動はだいぶまずいんだよな実は。いやでかい。でもテスラが立ってるとさ、行くのバカかな。いや行こうや行かなきゃ始まんねえだろ。いやうざそうこの攻めでいつ行くのって話よね。マジそう。いや相手ウッド使ってねえんだよな、行けないまずガーディアン、でけえ。一旦耐えた。やばし、やばい、こっからクロスとかロキゲーズでされるのやばい。それやば。嘘みたいななんかカウント来てる。あぶね。ミトプリ左がいい。僕。うっとし。やる気の問題。でかマジババインのさ、ちょっと話が変わるよな。でかっ、え待って新手強っ。ウッドからのさ、うわー、え待ってミスってる相手なんか知らんけどマジでなんか知らんけどミスってはいた。いやこれが冷静沈着というやつえマジ冷静すぎん俺この対処。えらい、え待って230相手、しかも諦めた。おいさあボイドを警戒ね、警戒だけさせてね。ボイド打たないですから私。いやだいぶいいな。なんか両サイタグ取れたら結構いい感じに刺さるけどね、おもろいんだけどね。嘘やんそんなすぐあんの。カンブしてえぐすぎる。これで一発入んの。ほぐらいで顔してください運営さん普通に普通に考えて強すぎる、はい、えぐすぎる。うんえぐいなぁ、やばいなぁ。まあファルチホグかな。まあまあウッド勘弁してほしいなぁ。いやでかい、多分ファルチがいそうっすね。まあファルチは俺がボイドで仕留めれたら熱いんですけど、やってることグロい。いいボイドよ、ちょっと耐えよう、しんどい。でトルネも持ってるんでね、ちょっとバレルの飛ばす位置を工夫しながら行きたいね。まあワンチャンライトニングもあるか嘘みたいな、これで一発入んのやばい。いやこれ一瞬待ってもいいな。来ねえかな今、さすがに来ねえか。よし祈り、嘘って言って、やばえ
え？え？まことですか？それやばくないですか？そんなもんなん今の。クララってバルキリー強すぎん？そんな強かったっけあいつ？結構微妙なカードじゃなかった？少し前まで。いや、まあ、進化バレルをまず貯めたいね。どれも使ったんで定位置でよかったけど、まあいいや。いやー全然あるよな。でもキンキーが偉すぎる。それ俺の進化バレルが弱すぎる。いや俺のデッキバレたんで相手こっから引きこもってくるっすね。偉いな。でかい。待って、強いやついる。でかい。このダメージマジ意外と戦えてるんだ。昔はこれでねダメージ入ったかんな。お、マジありそうな流れで悪い。あいつやべえ。普通に嫌い。いやこの球熱い。なんで両面来た。これしかないか。でかい。待って、めっちゃでかい。でかすぎる。入ってる入ってる入ってる。いやこれ美味しい。ボイドで仕留めとこうや。いやー、それは一旦無理で、一旦無理だね。ウッド使わしたい。むずい相手。トレン使った。いやー、いいアイスピカバーすぎる。いやー、ファルチ入らない。トレン使った。おい、やばオグワルチェに勝てんのか。いやこれもまた新入隊バレルがね刺さりましたね。新入隊じゃねえわ、進化バレルね。 いいね1試合に1回か2回しか飛ばさねえけど。わあ、ジャイダクネレイジや、まあ、スパーキーもあるがちょっと新入隊が欲しいな。ボイド的な。やりゴブ強いかん。これ穴埋めも使ったんでちょっとやりすぎぐらいいっちゃっていい。エイム次第では入る。いいね。であれを守れんのかって話よねこれ。オッケー、来ない。でウィザード咲いたんで端前新鋭隊あるわ。めっちゃいい流れすぎる。え、うざいぞこれ。やりゴブがゴブリンか。落としてレイジとか。え、もうぶっ刺さるよ。やばすぎる。え、いやこれサンコスバレルいらねえか。いや、おっとこう確実に。いやこれ匂いだよなって。ジャイナクネリザードナイトレイジみたいなごっついの来るんすよ。いや守れるかな。いや守れば勝ちだな。守れれば守れれば勝ちだが、だいぶ怪しくもあるな。
怖っ。いや、このリトプリの最強の流れとウィザードをしばけんのがでかすぎる。え、強すぎん？リトプリゲーかこれ結局。からのよ。からのこのバレル、ちょっと待って、嘘みたいなバレルあります。こっちにした方がいいな多分。その嘘みたいなさ、何やってんのバレルになっちゃうもんね。なんだろ、めっちゃキング削れるみたいなドッキリもありそう。え？え？すごくね、バレル。すごくね。おい、あ、惜しい。いやだってそうだよな。だから一陣になった時さ、一陣とか一本取った時さ、何もねえとか飛んでいくのさ、もったいなすぎるんだよな。ちょっとキング寄りみたいなね。まあややキング狙いにみたいな。結構良さそう。いやー、これでいい。え、ウッド使ったぞ、行くか。ギャングも行っちゃう。やべ、最悪だ、強すぎるそれ。やべー、行っちゃう。いやもうね、一番痛い、行きまくることしか考えてない。許してそれ、2発くらい。いや、いいね。いや、でも、ウッドロイスケ？スケ？ロイ？ロイかな？スケ？あ、ジャイ？いや、ジャイバルーンとかもあるわ、これ。嫌なのが。いや、でも、ウッドなんだよな。ロイか。さすがに。ファイボー。このゴブリン、ウッド使いたくなるよ、これ。ふふふ。よいしょ。マジあんま考えない。はい、行って、ウッドを使う。左がね。よし、やってることドチンパンだが、それがいい。これね、許容して。一丁、このハイボアドです。ゴブリン、あんま出しゃばんないで。いやー、これ2倍タイムいらねえな。ずっと使ったんで、ユニット追加して、ワンチャンファイボーケアできる。ギャング追加して、オッケー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 。え？結構いい感じじゃない？進化進化あるよ。はい、もう警戒しとくか。からの来た。どこに飛ばすこれ。ふざけてんのかってなるよな。この辺ちょっとおもろいか。よし、微妙すぎる。待って待って、なんか大丈夫か、さすがに。いや、でもその1本打ってからのさ、なんかバレルの仕組みだけ変わってくれればまだ可能性ありそうだけどな。まあ難しいな、調整が。そこは、うん。サリトプリ、これいい手札や。何でもできそう。マジでちょっと強い流れがある。あ、ウィザードだるいよね。ヤナメ使わせられそう。いや、許容はね、うまいな。いや、いいよ。
またジャイビーザードか。やだなやだな。まあまあまあ、ウォールブレイカーにヤナミを使わせるのがね理想かな。そしたらロケコも生きるしね、防衛のギャングも生きるし、攻めバレルも刺しやすいしみたいな。こんちゃんそれで入んのおもろすぎる。いやー、まあ、ウィザードのサイクルなんでね、行きたいけど行かないもあるな。これ普通にガーディアンぐらいで良さそう。あー、ボイドあるからか。これちょっと強いけど、えらいな。嫌だな。なんかもっと言っといてもよかったな。延命きそう。まずい、だいぶ。いやー、結構いい攻めだな今の。あるよこれ、右も左もどっちも生きるようにはなった。やっぱウォールブレイカー、これかっ飛ばして、え、これやばい、マジ刺さるよ両面。どっちが本命でしょうか。右を本命にしたんですけど左の方が入ってる。いや、やばい。いや、ダメ。いや、耐えれるよこれ。耐えたらもう、え、これパッと深淵隊からのオールブレイカースーパーで、オールブレイカースーパーでバレルぶっ飛ばして左が本命ですよ。おい、さあ刺さっていく。進化バレルマジ結構いいんだけど、親衛隊とまたウォールブレイカーかな。この組み合わせがね意外と安定してる。よいしょ、親衛隊ウォールブレイカーで攻めまくってからのあとお祈り、このマジででかい流れよ。はい、からのウォールブレイカー行ってバレるね。いやー、まあ右側これちょっと刺さってほしい。え、もうサイクル早すぎやん。チャンピオンサイクルか。まずい、これディガロケだ。ディガロケじゃねえ、ディガがない、プリンロケだ。いやー、まあここウッド裂いてるんでギャング親衛隊行ってもやつが来るんすよね、リトプリ。まあでも行かなきゃ始まんないんで行こう。仕留めといてもいいな。まだ撃ったるとはいえ、テスラ、え、ガーディアン使った、でかい。おい、さあで、まあバレレル飛ばしても撃って終わっちゃうんで、一旦ステイしてからの2周目ガーディアンとかある、これワンチャン。やめて、え、ウッド使ってくれない、え、てかバレルなんや、なるほどね。でかい、おいしい。さあ普通の枯渇デッキか。いや、この1枚ダメでかい8枚プリンや、やめてほしい。これどうしよう。だからリトプリもいたな。いやだ、マジ
プリンセスゲー。ふふふ。はい。チンパン。いや、バレル行きたいが、一旦ね。延命されそう。いやー、怪しい。プリンリとプリテスラ。カッチカチなんですけど。しかも俺、相手のバレルをさ、守れない。ふふ。えぐいチンパンですよ。覚悟はできてますか。でかい。待って、でかい。でかすぎる。ボイド回してもいいな。いや、しかもポイズン抱いてで右行くみたいな。ボイドのダメージなんぼ。このままこのまま落ちる未来もあります。危ねえ。いや、マジでミラーバレル、ミラーバレルじゃねえ、進化バレルか。なんか言い間違えんねんっていう、強すぎる。陰影体でね、ターゲットさえ取れれば、ダガーが寝れれば、初手ペッカー、初手ペッカー。いやー、ウィザード系だったら嫌だな。でかい、間に合ってんじゃん。危ねえ、やばい。やってることヤンキーすぎだし。え、嘘みたいな攻めにやられてる。やだめ来ない。うーん、ペッカトリトンリトブリボイドか。えぐい。まあ、よくはない流れですけど、進化親衛隊ちょっと刺さりそうだな。てかオールブレイカーも刺さんな。相手ボイドザップなんで、なんかヤンキー全部ぶっ刺さりそう。これあるよ、ファルチ。人が攻めが刺さりそうって言ってる時にファルチ進化貯めるわ。いった、えぐ。嘘みたいに強いやん。ワンちゃん。強すぎだろ両方。やばい。
終わった。いやこれなんか最初の買い合いが良くなかったな。あれなければ結構勝てそうではあったか。ファルチェリトプリ、なんか引っ張られたもんな。まあまあまあいいでしょう。さあボンビーね、ボンバーぐらいならボイドで簡単にいける。ヤナミ使った。いやー嫌だなそれ。まあウォールブレーカー行ってコスト使わしたいな。お、だいぶ、いやージャイレージ的な。いやボンバー使ってくれるのはいいね。まあどっからどう見てもジャイだよな。ウルボーエよし。なんか呪文をさ相手は見せてこないんだよね。あーえらえらすぎる。受け来てる。進化モンのサイクル許容か。いやーまあ呪文がやなめと、もう一枚シンプルボイドかな。守れれば、まあリトプリだな俺が一番大事にすべきは。ちょっと左も右も狙って延命しても良さそう。でかいそれ、でかすぎる。あれ元気、うわー元気したかったな。ヤナミ使わすわこれで。エイムがいいな。ヤナミ外してる。でかっ。待ってヤナミ使ったというマジでありそう。これ進化バレル実は左が本命ね。いや右か。どっちをどうすればいいんですか。私はこれ、いや右が結構入ってる。さあデコイバレル本命は。流れがいいな。あとはもう行くだけ、行ってから考えよう。はい運ゲーして。やばい適当すぎた。まあでこっからね俺はゆっくり自陣回収すればいいだけなんで。ロキコ残ってるの熱すぎる。てかライトニングだったよ。なるほどね。はいじゃあおしまいです。いやーここで進化バレルだったらマジ気持ちいいだろうな。やべ絶対左だった。あとちょっとがマジで怖い。いやーさすがに。やらふん使ったなっつって。やばいロケットたくさん入って、これやばい。これあれだ普通にタワーに寄ってくる勝ちや。でこれ絶対こっちにね防衛ヤナメを使わないと相手は終わるっていう。おいナイス親衛隊と進化バレルちょっといいな。ウィザードとかもだいぶ大変だけどな、ちょっといいな。さあというわけでね進化バレルね、まあバレル自体そんな強くはない。島ダガにも特に弱い。だから環境でも全然流行ってないんですけど、まあ親衛隊とのね組み合わせは多分一番いいとは思うんで、はい、皆さんもぜひね、こちらやってみてください。ゆっくりばちゃんと高評価をしますと、おっしゃったまたね。